見しました。ワンダーボール、さあ合流一番手タク。いやーもう気合い入れて早く来すぎましたわ1年ぶりだね、サーフィン一緒にやるの。お願いします。ちょっとねサイズも上がってきたんで。よかったですよかったです。楽しみ楽しみです。じゃあ早速行ってみましょう。あとメイちゃんだ、メイちゃんを合流したら行きましょう、はい、車で暮らす女子大生が到着しました。メイちゃん到着。はい、メイちゃんお願いします。お待たせしました。興味入んの？ビッキーに持ってきた。ビッキーに持ってきた。オッケー。初心者でも楽しめる初心者用の板も持ってきてるから、もしやるんだったら練習してみたい。スキンシップ多めだけど。スキンシップ、スキンシップ多めだけど。あれ初めまして？いや、キャンピングカーショーで。そう、あ、覚えててもらう。もちろんもちろん。今や話題の女子大生だからね。では行きましょう。Here we go。さあ今日のサーフポイントは。こちらです。早いな準備さあじゃあバラクサフィットいきますね。 Here we go。 到着しました。カーリフトレーラーハウス。そして今日のバーベキュー会場はこのヴィンテージエアストリームの前にできてます。デッキスペース、こちらが今夜のバーベキュー会場です。イエーイ。バンライフサーフィン部2回目から急にレベル上がりました去年駐車場だったのに今年はいい場所をね提供いただきました。そしてさらに、バーベキュー検定2段初級お札です。今日はバーベキュー担当ということで、はい、完璧なタワー型火付け。さすが、もう僕は何もすることがありません。あとはプロたちがね、はい、そして宴の用意は完璧。よし、お待たせしました。バンライフサーフィン部2022、今夜も思いっきり楽しみましょう。乾杯。乾杯。タックルシャンパンが今。タックルシャンパン。タックルシャンパン。いやー最高の夜になりましたね。タックルシャンパン乾杯。やったー、ありがとう、いただきます。さすがパーリーピーポー。なぜパーリーピーポー。僕あの匠って言うんですけど、小学校の時に初めて好きになった女の子がタックルじゃんって言われたのを初めての時に思い出してその子のこと今でも思ってるよ。そうそうそう、わーちゃんあるかもしれないもんね。あの時私がつけたの前全然出たこないっすね。来ないね、おかしいです。いや今じゃキャンピングカー業界のドンだからね、うん。たまたま今ちょうど TBS の密着家にカメラ3台。今日来ないの？今日。いや今日来ないですよ。映っちゃいけないのいっぱい出てきちゃうけど。密着で何してる？僕がキャンピングカーのまあ専門がマニアみたいな感じで、その人のこうを密着するみたいな感じなんで、普段どういう仕事してるかとか、それが8月の後半ぐらいの放送予定ではある。今日来てくれればね、一番リアルなタックルが見れたのにね。絶対やめてくださいって。いつもね。あの分厚い皮かぶってるからさ。僕あの11月に自分のキャンピングカーのオフ会のイベントをやるんですよ。今日が申し込み、今18日が申し込みやったんですけど、今で150台だ。キャンピングカー150台ですよ。すごくない？もう4年、でもそれも4回目なんで4年目。そうだよね。で毎年終わるその閉会式の時に喋るんですけど、それで俺が泣いちゃうんですよ。一人でやってるんですよ、全部。予約とかお金の管理とか一人でやってるんで。なんで？あの、嫌われてるの？友達いない。友達いない。友達いないの。ただいま B ステージではチョモカ飯が作られております。カモです。カモ。あー、ワイルドですね、チョモカさん。やっぱり。変化球です。変化球。大切ですよね。
ストレートばっかじゃ女の子は口説けないよと。たまには変化球。はい、勉強になります。すごい人気ファンライフサーフィン部 BBQ 盛り上がっております。池さん食べましょう。食べます。お札が焼きました。あ、名古屋の食い方っすね。でしょ、名古屋の食い方っすね。はい、ダモンテって愛知だったの。ダモンテ愛知。いやもうね、いや愛知のお家ですよ。俺とね、おてつはね、ヨメゴンのダモンテが大好きなんですよ。ヨメゴンがダモンテって言ったら気づいてない。それぞれ欲しかったやつダモンテ。ちなみに1時間前だね。今8時。今どうするやる。あ、俺のライブ配信なんてさ、そんなあの大していっぱい見ないからさ、いろいろ暴露するから。一番怖いし。一番怖い。俺ガーシーかイケーって言われてるからね。イケファンライフパーティーおしまい。12時半おしまい。とんでもない、とんでもない。こちらこそ、こちらこそありがとう。こちらこそありがとう。カーディフ。うわー、やべー。すげー。あ、エアストリームもある。72年、ヴィンテージのエアストリーム。30フィート。長さは30フィートだそうです。ちょっとね、もう、かなり年季が入ってるヴィンテージなんで、表面のツヤはかなり落ちてしまってますが、この絵がまたいい味。では、オーナーの達也さんです。そうです。達也さんでした。失礼しました。お邪魔しまーす。デレーン。うおー、わおー、へぇー。ちょっと、ね、いやいやいや、家。そして奥にももう一部屋。てってれー。マジかー。この広さ、エクストラベッドがあんで、ここだけで3人。いやいや、すごい。内装は結構手を入れてあるので、綺麗に新しめです。で、こちらには、リビングと。それから、奥にもベッド。就寝定員は、1、2、3、4人。まあ、ここにも寝れるから5人ぐらい。こんな感じです。Exit、出ます。そして出た景色が、こういう感じですね。続いて、2台目行ってみたいと思います。これもアメリカ製のトレーラーですか？そうですね。はい。アメリカのトレーラー。同じく、これが28フィート。まあ、だいたい30フィートぐらい。うわ、こっちの方がすげえ広い。てってれー。すごーい。ちっちゃい子供用の二段ベッドが、ここにリビング、さらにベッド。これで何年生のトレーラーなんですかね。2010年とか、そんな感じですね。じゃあ12年前ぐらい。はい。そんなに古くない。そこまで古くない。で、こっち側足が跳ね出すので、かなり広くなる。27平米ぐらい。27平米。はい。で、キッチンも、ちょっと今蓋されてんのは、まあ基本的にはここは寝るための部屋なので、キッチン使わないでねという感じにはなってますが、外でバーベキューをしていただくという感じです。レンジは使えるんですかね、これ、電子レンジ。寝る前の、締めのラーメンは電子レンジで食べれます。なるほど。そして出るとこの景色と。ここ目の前はサーフィンできる。根元海岸、はい、できます。根元海岸サーフィンもできる。はい。あ、じゃあ歩いてすぐそこに。これは1台ずつ借りれる。そうですね。はい。ですか、1台5名就寝。1台5名から6名就寝で、はい、貸し切りプランもあるんですか？もう全然あります。はい。なるほど。2台で貸し切りで、10人ちょっとぐらい。10人ぐらいで。はい。な感じです。1万円を切るぐらいで、はい、10人で貸し切れば、このスペースを貸し切りでバーベキューできる。あ、ビキニパーティーできるところですか、ね、ここは。はい。あ、ビキニパーティーができます。ビキニは自分で用意する。そうですね。あ、こちらでは用意はしてくれないので、ビキニガールは、自分で自前で用意していただければ、はい、最大10名ぐらいで。
貸し切ることもできるそうです。超巨大なバーベキューグリルで、炭も用意してくれてるので、食材だけ自分で用意すれば、自分の借りているトレーラーの前に運んで、ビキニちゃんを連れてきてバーベキューパーティーが可能となっています。はい、僕の悪い先輩たちがここには座ってます。モザイクかけときます。さあ、シャワールームです。ちょっとカレー臭が残っておりますが、覗いてみたいと思います。シャワールームとはいえ、ちゃんとバスタブもあるタイプで、バブルバスも可能。バブルバスは可能です。はい、自分でバブルは用意していただければ、でもまあ、トイレ兼シャワールームですけども、1台につき1個。1個。はい。すごい贅沢。そうですね。共用ではない。共用ではないです。貸し切りですんでね。あ、じゃあ、勝ち合うこともない。いやーみたいなのも。そう、ないです、ね。そういう危険性もない。自分たちで。トイレも自分たちで使える。広いデッキがありますので、ここで、くつろいでいただきます。雨が降っても屋根付きなのでね、この下で楽しんでいただくことが可能。こちらのスペースの名前は何て言うんですか？カーディフトレーラーハウスっていう名前。ああ、もう一回、はい。カーディフトレーラーハウスです。カーディフトレーラーハウス。はい。概、はい、要欄に URL 載ってますので、ぜひチェックしてみてください。天然パーマの動画を見るというと、はい、テンパセットオフ。そうです。言っちゃった。言っちゃいました。ぜひ、天然パーマの動画を見たと。言っていただけるとちょっとサービスしていただけるかもしれません。保証はしません。朝です。おはようございます。おはようございます。元気、朝から元気。いい場所でしたね。めちゃくちゃ良かったっす、はい。カーディフトレーラーハウス南房総にあります。ぜひ、お問い合わせはこちら。ありがとうございました。こちらこそ。最高の夜を。ありがとうございました。すみません。めちゃめちゃ楽しかったっす。すみません。ありがとうございます。また遊びに行きます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ザ・バンライフサーフィン部、2日目朝は、和田ですね。和田浦。よかった、菩薩。イージーだよ、イージー。思ったより波大きいっすよね。そうね、ちょっとね、はい、ちょっとあるけど、今日は腹ぐらいですね。ちょうどいい。いやー、いい波だったね、タックル。めちゃめちゃ楽しかったっす。めちゃめちゃいい波だった。そして、ゴンダマンが帰ってきました。乗れた、菩薩。やったぜ。気持ちいいの、長いの。やったね。おかげさまで。毎年ね。毎年、うん。バンライフサーフィン部2022、これにて、おしまい。おしまい。バイ、タックル。じゃあまた。バイ。ワンダーウォール。また、はい、ありがとうございます。来年のバンライフサーフィンをお楽しみに。お楽しみに。ではまた。バンライフサーフィン部2022、部長である私池さん48歳、そして、メンバーたちはほとんどが20代っていうね、若いメンバーで今回集まりましたけども、誰が介護サーフィンじゃい。今回、場所を提供いただきましたカーディフさん、本当に素晴らしい、トレーラーハウスをね、私たちに体験させていただいてありがとうございました。こんな感じでまた来年も第3回バンライフサーフィン部開催したいと思います。ぜひね、またこういった感じで場所を提供していただけるような、RV パークさんだったりとかカーステイだったりね、ありましたら、ぜひ提供いただけるとすごく嬉しいです。それではまた来年のバンライフサーフィン部でお会いしましょう。またね、バイ。Dude, that father is 10 and permed!